日本代表、前回負けたチュニジア相手にシュート0本で勝利しそうになる。あとちょっとで前回負けたチュニジア相手にシュート0本で完封勝利してたという事実よ。マジで最後もったいなかったな。あのヘッド普通にやられたと思ったわ。日本のディフェンス素晴らしすぎるな。ほぼ満点だね。危うくシュート0本で失点しそうだったのくさ。ザイオン守備範囲広くて足元の精度がいいけど、まだ危うさがありすぎるんよ。デビュー戦の割に落ち着いてるように見えたんだけどな。でも今のハイラインの日本サッカーに合ってるから、これから成長してほしい選手だわ。攻撃に目が行きがちだけど、今の日本の守備陣もなかなかえぐいな。交代で入った町田や橋岡とかも良かったよね。前からの守備、そして遠藤森田の中盤で潰してくれるし、マジで守備固いわ。前回3失点したチュニジアにシュート1本はガチですごすぎる。